列対例の引き分けとなりました。まずは90分、振り返っていただけますかえ、まあ。多くのチャンスは作れたんですけど、まあ、最後の精度、シュートの指導を枠に入れるとかそういう最終的な部分でちょっとと欠けていいたのかなと思います。前半から監督から前へ前へという声が飛んでいたと思うんですけども、そのありはいかか。がでしょう自分たちのチームとして前に前にというのは一番言われていることなのでそれをしっかり監督から伝えられたと思います。 この勝ち点1。どのように積み上げてあの繋げていきたいですか？この後にそうですね。今は上位にいるんですけど、やっぱ勝ち点1ではちょっと物足りないので、残り4試合全て勝てるように頑張っていきたいと思います。そして、鈴木選手、ご自身はフルスタの対戦となりました。はい、この後いかがでしょうか？そうですね。まあお世話になったチームなので、まあ、勝って恩返ししたかったんですけど、ちょっと。まあ今日は日焼けに終わってしまって、少し残念な気持ちです。 優勝というところが目標にあるかと思いますけれども今後に向けて一言お願いいたしますそしてもう残り4試合も4試合じゃなくもうまずは1試合1試合をしっかり全力で戦うことが、まあ、勝てることにつながっていくと思うのでしっかりと1試合1試合を大事にしていきたいと思います。ありがとうございました